今回は iPad Air Pro のアプリを終了する方法についてご紹介します。2018年に発売された iPad Pro 11インチ、iPad Pro 12.9インチ第3世代からは従来のホームボタンが廃止されて新しく Face ID が搭載されました。また2020年に発売された iPad Air 第4世代からも同じようにホームボタンが廃止されています。 このように新しい iPad Air と iPad Pro からはホームボタンがなくなってしまったので中には iPad Air Pro のアプリを終了する方法がわからないと困っている方もいると思いますそんなわけで今回は iPad Air 第4世代以降 iPad Pro 11インチ iPad Pro 12.9インチ第3世代以降のアプリを終了する方法について見ていきましょう では、実際に iPad Air Pro のアプリを終了する方法について見ていきます。iPad Air, iPad Pro のアプリを終了するためには、まず、マルチタスクモードに切り替えて、終了したいアプリを上へスワイプすることで終了できます。iPad Air, iPad Pro をマルチタスクモードに切り替えるためには、iPad Air, iPad Pro の画面下から中央へかけて、ゆっくりスワイプすることで可能です。まずは、 iPad Air, iPad Pro の画面下から、ゆっくりと画面中央にかけてスワイプしましょう。この時、スワイプが早すぎると、ホーム画面に戻ってしまうので注意が必要です。ちなみに、下からまっすぐ上に持ち上げる他にも、右斜め上や左斜め上に持ち上げても、マルチタスクモードに切り替えることができます。iPad Air, iPad Pro がマルチタスクモードに切り替わると、起動中のアプリがコマドで表示されます。 マルチタスクモードでは、1画面に最大6つほどのアプリが表示されます。iPad Air、iPad Pro をマルチタスクモードに切り替えたら、あとは終了したいアプリを上へスワイプして画面の外に追いやることでアプリを終了できます。複数のアプリを開いている場合は、一つ一つ消していく必要があります。ちなみに、iPad Air、iPad Pro のマルチタスクモードでは、複数の指を使って同時にアプリを終了させることも可能です。 以上が iPad Air、iPad Pro のアプリを終了する方法になります。今回は iPad Air、iPad Pro のアプリを終了する方法についてご紹介しました。このように iPad Air 第4世代以降、iPad Pro 11インチ、iPad Pro 12.9インチ第3世代以降では、マルチタスクモードを使うことでアプリを終了することができます。ちなみに、 下からウへスワイプしてマルチタスクモードに切り替える方法は iPad Air、iPad Pro 以外のホームボタンを搭載している iPad でも利用できます。皆さんも iPad Air、iPad Pro のマルチタスクモードを使って快適にアプリを管理しましょう。